さて時刻は6時13分を回っています。ここからは月に一度なんですけれどもね、なんとかしなきゃプロジェクトのコーナーです。さあということで、まあ、今月もゲストの方をねお呼びして来ていただいているんですけれども、なんか今までとちょっと違うなという感じがして、すごいこうね楽器を中に持って入ってきてくださっていて、あれもしかして演奏していただけるのかなとちょっと思ったりとかするんですけれども、こんにちは。こんにちは。はい、では自己紹介よろしくお願いします。はい、2010年から2012年まで青年海外協力隊の日本語教師として赴任しておりました岩原と申します。はい、岩原さんよろしくお願いします。はい、お願いします。なるほど、青年海外協力隊で、はい、南米のパラグアイの方に行かれてたんですか。はい、それも日本語教師で。あ、はい、そうです。じゃやっぱりね日本語はお上手なので、はい、ちょっと、はい、下手くそです、ね、いや、そうなんですか。日本語教師の周り、はい、いやでもなんか日本語教師っていうね職業は僕も知っているんですけども、はいはい、生でお会いすることってなかなかなくてでその日本語教師の方が、はい、今日はあれ、はい、何を持ってしてるんでしょうか。これはギターラパラグアイアで、パラグアイのギターです。パラグアイのギター。パラグアイで買ったギターで、はい、パラグアイはギターと、アルパっていうハープが有名で、はい、で私はギターをどうしてもやりたくて、うんうん、すごくまた初心者なんですけれど、はい、向こうで買いまして、何回か教えてもらって、ちょっとなんかイメージね、はい、南米って感じの色ですよね。そうなんです、このオレンジが気に入って、ほう、はい、私の中でパラグアイはこの色なんです。ちょっとこう明るめのオレンジですよね。そうですね、うん、そうですね。あ、パラグアイってそういうイメージのところなんですね。はい、はい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 。じゃあちょっとねいろいろこうじゃあ2年間パラグアイで日本語教師として、はい、まあ、活動されてきたということなんですけれども、はい、活動内容、まあ、日本語教師で日本語を教えられてたと思うんですけれども、はい、どんな感じなのかちょっと教えていただけますか。そうですね、私が教えてたところが日本パラグアイ人づくりセンターという市民センター、はい、そこでだいたい10代から20代の若い子たちが100人くらい、はい、まあ、放課後とか土曜日の空いてる時間を使って日本語を勉強に来てます、うん、はい、で、まあ、日本語を教えるのもそうなんですけれど、まあ、留学とかしたいとか、うん、まあ、できたらそう留学して後々日本で就職できたらって夢見ている子たちも多いんで、あとプラスアルファあんまりこう日本人とそこまで接する機会ってパラグアイはないので、はい、あんまりね旅行客で行く人もいない国だと思うんで、うん、でちょっと日本語クラスの中でパラグアイ在住の日本人ちょっぽ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 いるんですけど、その人たちに協力してもらって、うん、日本文化のフェスティバルのようなもの、はい、例えばラジオ体操とか、うん、お料理教室のようなものとか、うん、七夕祭りとか、はい、カラオケとかそんなものを企画してみんなでやってました。うん、日本の文化っていう部分は結構理解してもらえるんですか。はい、そうですね、うん、大体10代20代の子ってきっかけがアニメから入ってるんで、はい、インターネットの今なんか全世界的に日本にこうなんか取っかかる手段の一つとして、はい、アニメってすごいですよね。アニメはすごいと思いますね。私もこの仕事についていつつ、うん、アニメとか全然詳しくないんですけど、はい、彼らから本当になんかこうナルトとかですか。ナルト、はい、なんかそういうのとか、うん、こう忍者ものとか、はい、こう武士道のようなものとか、うん、結構知ってるんですね。なるほど、なんか武士道とか言ってもね、はい、最近日本人とか忘れてるというか知らないみたいな人とか多いと思うんですけど ね、 そうですね。そこから入ってむしろすごい日本のイメージがいいんですね、うん、日本人とか。へえ、うん、じゃあなんていうんですか、岩原さんとかも、はい、なんか結構ジャンプで飛び上がるんじゃないかみたいな感じとか思われたりとかしてません、うん、そこまではまあ、うん、ないんですけど、はい、でもそうですね、日本、まあ、アニメから きっかけで入って、うん、秋葉原にいつか行きたいとか本当によく知ってるんですね、はいはい、まあ、インターネットの力だと思うんですけれど、うん、なるほどね、はい、まあ、今確かにこうインターネットっていうもので、はい、そこに行かなくてもね、はい、今起こってる現実っていうのが即見えるから、はい、うん、そういう意味では日本っていう国もある意味こう身近に感じているなと思うんですけど、日本の昔は多分日本の伝統文化っていうものから日本語学習者って入ってきたと思うんですけど、はい、うん、今はもう
コルチャーとか日本の女子高生のこう生活スタイルとか、うん、そういうのが憧れてっていう感じで、うん、学習者が増えてる感じがします。なるほどね。まあでもそういう意味で日本語を勉強してもらう、知りたいっていう人が増えてくれるっていうのは、はい、なんかある意味こう日本のアニメも捨てたもんじゃないし、うんね、本当に力強いですね、うん、なるほどなるほど、うん、きっかけになると思います。まあ、その中で、まあ、この活動現場に配属されて、はい、まあ、なんとかしなきゃって思う部分ってたくさんあったと思うんですけども、はいはい、それはどういう時でした？うん、そうですね、まあ、実際私が教えてた日本語を学びに来る子たちっていうのはある程度生活に余裕がある子たちで、あ、なるほど、うん、こう学校 の、 せあの授業料も払ってプラスこう放課後とかに趣味って言ったらあれですけど、まあ、好きな日本語を学べるっていう子たちなんですけれど、うん、パラグアイも南米の中で最貧国と言われる国で、はい、路上でこうお金稼ぎのために何ですかスポンジとこう洗剤を持って、うん、また車のフロントガラスを拭いてお金ちょうだいっていう風にいる子たちがいたり、はい、ここの貧富の差がとても激しいんですね。お金持ちの人は本当にお金持ちになれますけど、はい、税金とかすごく安いみたいな、うんうん、その格差が、うん、生活してる上でちょっと目の当たりにするとき、うん、痛かったですね、心が。なるほど。パラグアイっていうと例えばどういう職業っていうものが一般的なんですか？はい、小売店のような個人、はい、個人経営の小さなお店っていうのがほとんどですね、うんうん、というのも公務員はもう全てコネクションの世界なので、はい、こういい仕事に就きたいっていう風になった時、うん、まあ、公務員とかが安定してる仕事でいいお給料がですけれど、うん、それはもうコネがないと 100% 無理な世界で、へ、それも本当に格差が固定しちゃってるっていうところが貧困を大きくしてるんじゃないかなと思いました。うん、じゃあなんかこうのし上がっていくみたいな部分ってなかなかできないんだ。難しいですね。あ、なるほど。うん、まあ、じゃあこの活動を通してね、はいはい、やっぱりまあ、いろいろ大変だった部分もあるとは思うんですけど、はい、反対にこう嬉しかったところとか、うんうん、なんかやっぱり行ってよかったみたいな部分とかありますか？はい、あ、そうですね、本当にパラグアイの人たちって純粋な人たちが多くて、はい、でなんかこう感情表現が本当に豊かで、ちっちゃな本当に今お料理教室でみんなおにぎりをアニメの影響で、はい、ドラゴンボールの影響かよ、はい、おにぎりをとにかく作りたい。裸の大将の影響じゃないですね。そうですか。そうそう、なんかそんなたかがおにぎりでこっちはおもちゃっておにぎりなんですけど、そういうのをやった時もこう炊飯器とか、うん、まあ、炊飯器珍しいんですけど開けた瞬間に、はい、おーっていう感じで、ほー、で一個一個こうすごい大切に、うん、でじゃあみんな食べましょうっていうと食べないんですね。で、そうなんですか？お母さんと家族に持ってって、うん、みんなで食べるって言って、私お腹空いてバコバコ一人で食べ始めちゃって、うん、本当になんかピュアで、うん、ちっちゃいことを喜んで大切にしてくれるなって、うん、あとそうですね、そんな風に家族も大切にする人たちで、なんか食べ物っていうと、うん、なんだろう、日本の料理っていうものとかも結構受け入れてもらえるんですか？うん、はい、そうですね、パラグアイは南米のいくつかの国がそうなんですけど、うん、日系人って呼ばれる人たちが住んでて、パラグアイに大体7000人、はい、パラグアイの人口自体は660万人なんですけれども、はい、7000人ほどいて、その人たちがこうナスとかトマトの、ね、一年中食べれるようにしたりとか、はい、オクラとか大根とかこう日本の野菜を普及させて、はい、まあ、一番有名なのが大豆なんですけれど、うん、そういうものとかをマーケットで売ってたりするととても、はい、まあ、特に富裕層を中心に関心が高まってきてて、うん、あとは日系人の出身するバザーのようなところで焼きそばとかたこ焼きとかお好み焼きとか、うん、そんなものを日本語の学生もよく行って買ってますね。うん、湯原さんは向こうの食事っていうものも全然あったんですか？はい、ありましたね、うん、ホストファミリーと一緒にホストマザーと2人で住んでたので、うん、はい、向こうの食事、うん、お肉とか、まあ、トウモロコシがメイン、うん、あとマンディオカイモっていう、はい、キャッサバイモっていう名前で東南アジアだと言ってると思うんですけど、はい、そんな主食のものを食べてましたね。なるほど。まあ、その今ホストファミリーって出たんですけど、はい、実は岩原さんはパラグアイの歌をホストマザーとこう協力して日本語の歌詞をつけて、はい
京都で現地の、はい、ラジオ会社に出演されたということ で、ね、ラジオ出たことあるんですもんね。一応そうなんですね、はい、結構無理やり引っ張られて、はい、じゃあせっかくなんで今日はちょっと歌っていただきたいなっていうところがあるんですけども、はい、はい、もう怒らないでください。大丈夫ですよ、はい、ちょっと怒りますけど大丈夫です、はい、それは、はいはい、お願いします、はいね、せっかくそのパラグライのギターですからね。はい、多分 音もちょっと違うかじゃあお聞きください、はい、で題名がネポラシェパラグアイで、私のつけ題名が私の愛しいパラグアイという曲です。はい、はい、お願いします。はい、私の国に優しさと愛に包まれるでしょう。昔神様がこの地を歩き、足跡に美しいものが生まれたの。足跡に美しいものが生まれたの。私のパラグアイ、この世界のどこにもこんなに素敵な場所は見つけられない。いやー、いいです。なんかすごく元気になる曲で。本当ですか。はい、いやなんかなずっと聴いていたいなっていうところはあるんですけれどももう時間がなくなってきちゃっているっていうところもありますので、はい、ちょっと湯原さんね、ここからお知らせがちょっとあるので、はい、一緒にお聞きください、9月の1日2日に青葉シンボルロードで行われるタイフェスティバル in 静岡、こちらにジャイカのブースが出展します。ブースではタイと静岡をつなげたキラキラ隊員の展示や、そして2日は、タイの隊員によるタイの文化紹介する、ということらしいんです。そしてここにもですね、岩原さん2日間お手伝いをしていただくということで、はい、ジャイカボランティアの応募相談やそして、紹介などなどしていただける予定ですので、本日の歌のことや活動のお話を聞きたい方はぜひぜひこちら9月の1日2日青葉シンボルロードで開かれるタイフェスティバル in 静岡、こちらの方に来ていただければなと思います。美味しいビールそしてタイ料理を片手に国際協力の世界を覗いてみてほしいなと思います。ということで、そこに行ってもまたじゃあ聞けるんですかね、歌は
はい、リクエストがあれば、ね、そうですね、あのぜひぜひあの生で聞きたいよという方は行っていただければなと思います。さあ、そしてまた身近にできる国際協力の、情報もたくさん載っているなんとかしなきゃプロジェクトのウェブページ、こちらもぜひぜひ見てください。検索はなんとかしなきゃ JP、こちらでお願いします。ということで、もう時間20秒ぐらいなんですけど、本当に岩原さんすごい楽しかったですし、またいろんなお話をね聞かせていただきたいなと思いますし、レパートリーまた増やしたら、あ、そうですね、はい、あの頑張ってお願いします。デビューとかしたら、はい、あの僕マネージャーやりますから。ありがとうございます。はい、ということで、ユーラジレディオソウル、また、来週お会いしましょう。岩原さんも本当にありがとうございました。 はい、ありがとうございました。また来週、バイバイ、はい、また来週。毎週土曜夜6時半